やっと着いた。これは素潜り漁師のマサルが10日間のサバイバルに挑んだ時のお話。断崖絶壁の環境、マサルは攻略することができるのか。はい、ということで今日は6日目ですね。もう体中が痒いんだけど、なぜかね、多分アリのせいだと思うんだけど、今日はね、めちゃくちゃ嬉しいお知らせがあります。昨日の夜ね、雨音で目が覚めるぐらい、すごい雨が降ったんですよ。まあここはね、岩がね、雨よけになってるんで、僕自身は濡れなかったんですけど、めちゃくちゃ雨水が溜まってる。ようやく普通の水が飲めるぞ。嬉しいな。雨水は別にもう煮沸消毒しなくていいでしょ。ちなみに、ぼちぼち荒れてるけど、今日は海入れそうだね。まあ昼間はね、もう体力ないんで潜らないですけど、サンゴ礁の外に出れれば夜光貝とかね、南洋ブダイとか、深ければスジアラとか畑の魚もね取れたりするんで、まあスジアラとかなかなかいないけどね、もしかしたら大きい魚食べれるかも。まあ言っても5キロぐらいにはなるけどね。ハリセンボンとかもね、でかいのいる。外出ると大きいと10キロとかなる。楽しみだね。めちゃくちゃお腹すいたけど、とりあえず水飲みましょうか。やばい、うわ水や、うわしっかりした水や。ちょっと金属の味はするけども、うわやばい、よし、めちゃくちゃうまいんだけど。何これ、ドブ水とカブ水からの解放や。うわー、てかね、あっちも大量に水溜まってる。あ、こっちは鉄の味しない。すげえ。もうなんかだけできたんだけど。このサバイバル生活で満足に水を飲むことができるとはな。ああ、よかった。長かったな、ここまでが。とりあえずね、この赤いバケツに水を溜めていこうかな。すごいな、15リットルあるぞ。よし、あー長かった。6日目にしてようやくや、塩茹で以外が食べたいと思ってたんだよ。さて、喉も潤ったところでね、拠点作りをしていきましょうか。この長いのと、あそこに落ちてるのが昨日持ってきたやつ。この長いのはね、結構大変だったよ。よし、屋根を作ろう。よし、とりあえず長さを揃えていきましょうかね。10日ぐらいなら全然余裕だと思ったんですけど、こんなただ木を切るだけで息切れが半端ないですね。めちゃくちゃお腹すいた。まあやっていきましょう。正直もう寝てたいですが、日を重ねるごとに体力はなくなっていくので、動けるだけ動いていきます。はい、そしたらここに2本ね、骨組みをこういう感じで組んでいきます。本当はね、4本あった方がいいんだけど、足りないんでね、2本でいきます。ゴミは足の踏み場がないほど落ちていますが、家に使える木材はほとんどありません。まあ、なるべくね、丈夫に縛っておきたいですよね。多分ね、みんなロープワークとかあんま興味ないと思うんですけど、ここにね、こうやって割りっていうのを入れることで、こっち向きにね、縛るともっとね、ここが強くね、締め付けられるんで。で、この余ったやつは切る。はい、どんどん行きましょう。はい、それでは2本ね、結び終わったんですけど、ちょっともうお腹が空いて全く力が出ないんで、朝食にしましょうか。今日はカブと巻貝の茹でたものです。とりあえず巻貝をね、取りに行きましょう。玉引きを取りに行くことにしました。この貝は海水が嫌いで、海に入らなくても取れます。体力のなくなった今、最適な食材です。よし、じゃあカブを切っていきましょう。食べるから包丁を使いたくなかったんだけど、今日から真水が手に入ったんで包丁を使っていきます。人間7日食べないと死ぬっていうのは案外本当なのかもな。6日目から本当にしんどくなってきた。この極限状態でもカメラワークを常に変えていくという、 YouTuber ならこういうことをしないとね。ただまな板は洗わない、めんどくさい。普段なら煮沸消毒してハイターかけてるね。さて、入れていきましょう。あたたたたたたた、あ、やべやべ、すごく良くないことになった。いや、今までで一番料理っぽいぞ。早くできないかな。
めちゃくちゃお腹空いたんだけど、大根で糖分が得られるのは幸いかなって感じ。糖分がないとマジでしんどいからな。昨日は何食べたっけ。牡蠣2つとジャンボタニシと、朝にカブの葉っぱと魚とかカニが入った炒め物を食べたね。何キロカロリーあるんだろう。400キロカロリーない気がするな。今作ってる料理も相当カロリー低いよ。なんか脂乗ってる魚が取りたいな。こっちの島で脂が乗ってる魚でいうとマダラタルミかヒメフエダイかな。潜りで取れるのは、まあ、どっちも夜はね取れない、昼しか取れない。夜どこいるんだろう。まあ正直言うとそこら辺にいるスズメとカラスを食べたいね。ハトでもいいな。もうなんか丸焼きにしてカーってもうむさぼりたいな。多分俺骨まで食っちゃう今。いやー空腹の限界だ。水は手に入ったもののまだまだだな。まあ俺幸いね一人なのも夜真っ暗なのも全然平気だから、そこはねいいかなっていう思うんだけど、まあ、俺3人がベストで好きだけどね。3人もうね誰かに会いたいとかそんなもう全くなくて、とにかく飯を食いたい。糖分が欲しい。白いご飯かパンが食べたい。あと脂肪分も欲しい。なんかね糖分で言えばソテツの実が食べれるらしいんだけど、確かね10日ぐらい水にさらさないと毒があるから食べれないらしいんだよね。まあ、当初食べようかなと思ったけど、いや水さらしてる間にサバイバル終わるなと思って食べてない。ここら中にいっぱい生えてんだよな。もう逆光で分かりにくいけどソテツがある。ダメだ、待ちきれねえ。全然湧いてないけど、あーうめえな。この空腹をどうにかしたい。もう歩くだけでフラフラだもん。ダメだな、止まんねえ。塩つけて食おうかな。お塩、うわ楽しみで仕方がない。この塩をつけるのが、俺こんな贅沢してもいいのかな。いただきます。もう料理のレベルがぐんと上がった。めちゃくちゃうまいぞこれ。どうしよう、カブもうちょっと切ろうかな。でも切ったらまた取りに行かなきゃいけないからな。うまいな。はあ、ちょっともう大贅沢しようかな。水汲んでくるわ。逆光。こんなうまい料理をさ水で流し込めるってやばいからね。生き返るわ。ハンバーガー食いたいとかめっちゃ言ってたけど、これで満足かもしれない。カブを茹でて塩つけてそれを水で流し込める、うまいなこれ。半端じゃねえぞ。しみるわ。で真水があるだけで料理の幅がぐんと上がる。バチクソうまい。もう一個もカブ茹で終わらずに終わるかもね。めちゃくちゃハエが群がってます。鬱陶しいわ。俺が今考えてることはどうにかしてハエ食ってやれねえかなと思ってる。ムカつくから。またついてない。さて火が通ってきた頃かな。レンズが割れたから拡大ができなくなったね。あんまりおいしい。だいぶ回復した。貝は昼ご飯にしましょう。よしやねやるか。まあ多分ね材料足りないんですけど、やれるとこまでねやってみましょう。いつの間にかノコギリも錆びてきました。漂流している滝は普通のものより太くかなり切りづらいです。次にね切った竹をナタで真っ二つに割っていきます。割れた。こんだけしか取れねえわ。6本。はい、それではねこうやって重ねてね屋根にしていきます。今日は細かい作業ばっかりやな。場所が特殊すぎて何やってるか分かんなくなってきたぞ。こっちじゃないな、こっちや。こっち、まあ、これはね隠し張りっていう結び方ですね。さっきからずっとやってるやつなんだけどね、一応名前があるんですよ。で1本目を巻いたらこうやって1個ずつつなげていきます。ああちぎれた。麻ひも脆いんだよな。
いやー、これは果てしない作業だね。これ全部ね、竹でやりたいんだけどね。そしたらまあ見栄えもね、まあまあ良くなるんだけど、こっからものすごくね、変な感じになっていくと思いますけど、いろんな木を使うんでね、やっていきますか。さてね、どんどん切っていきましょう。本当に材木は足りないな。我ながらよく動けてるなとは思うわ。結構限界だからね。雨で湿ったせいか、この日はいつもより木が切りづらかったです。ぐー、とりあえず4枚用意しました。結構張れるんじゃない。やってみるか。こんぐらい幅広いのがあると結構いいよね。2つ目、よーし、3枚目、4枚目、よし、とりあえずこんな感じである分だけでね、屋根を作っていました。しょぼ。一旦昼飯にしますか。もう全然力が出ない。めっちゃフラフラする。さて、昼ご飯をね、食べていきましょう。夜はね、魚を取りに行くんで体力をつけとかないとね。海は荒れてんな。ギリサンゴ礁の外出れない気がする。サンゴ礁の内側だったら、なんだろう、島ではトカジャって言うんだけど、なんだっけ、テングハギだ、テングハギ。基本テングハギとニジハギ、あとはなんかイスズミとか、あとは台湾ブダイぐらいしか取れない。ニジハギじゃねえ、シマハギか。それじゃあ貝を取り出していきましょう。ちっちゃいな。夜光貝取れたらいいな。これをね、割って食べていきます。塩つけないと美味しくないな。うん、まあ塩つけたらまずくはないってぐらいかな。別に美味しくはない。微妙な味だけど、塩いちいちつけるのがめんどくさいしもったいないんで、無味でいきます。はい、ごちそうさまでした。にしても体力の消耗が激しいな。こんなに動けんとは思ってなかった。自分自身びっくりだわ。よーし、とりあえず屋根を作りたいんで、まあ潜りに行く。夜までね、一往復だけ資材をね、取りに行こうと思います。行ってこようか。拠点周辺に資材がないので、往復1時間かけて取りに行きます。はい、とりあえず戻ってきました。もうだいぶくらいは。結構ね、長くていいやつがあった。あー、腰が痛い。準備してね、海に行こう。はい、それでは夜の海に行ってきます。狙うは南洋ブダイですね。あとなんか脂が乗ってるやつが食べたい。さて、夜の海に出陣です。もう体力も限界近いので、短期決戦で魚を狙っていきます。この日は魚が全然表に出ていなかったので、岩の下を積極的に探っていきます。ついに魚がいました。これは大きいですよ。それでは早速潜っていきます。ゆっくり近づいて、ヒット。マサルの視点カメラも見ていきましょう。今回使ってる銛は返しがなく抜きやすいので、脳天を直接狙っていきます。成功です。2キロ弱はありそうな大きな魚です。これ1匹で2日分の食料になるでしょう。こちらの魚は石垣鯛です。かなりの高級魚になっています。引き続き岩の下を探っていきます。今潜ってる場所は水深7メーターぐらいですね。さて、また何か見つけたようです。潜航開始します。ゲット。こちらは夜光貝ですね。巨大なサザエみたいなもんです。
もう一匹夜光貝を見つけました。この日もまだ波が強く、よく見ると前後に振られているのがわかります。こちらはサザナミフグですね。このフグは毒があるので食べれないです。さて、また魚を見つけました。水深は8メートルほど、勢いよく潜っていきます。ゆっくり近づいていって、ヒット。魚が逃げ場を失ったところをヒット。今回は刺さりどころが悪く、まだ半分ぐらい生きています。こちらはテングハギですね。たくさん取っても仕方ないので、もう帰ることにしました。さて、戻ってきました。石垣台、テングハギと夜光貝2匹ですね。いや、やっとまともな食事や。ライト照らされながらさ、下潜ると、上見上げた時水面がものすごく遠く見えて、めっちゃ焦ったわ。びっくりしたわ。まあ俺はね、大食感じゃないんで、魚2匹と夜光貝2匹だけにしときました。クーラーボックスとかね、持ってきてなくて保存は効かないんですけど、まあ夜光貝はほっといてもね、1日ぐらいね生きてるんで、明日食べようかなと思ってて、石垣台を今日食べて、テングハギを一夜干し、まあ塩がねないんで、まあうまくいくか分かんないけど、干して食べようかなと思ってます。パリッパリにやればいけるはずで、石垣台のお腹がパンパンなのよ。この時期卵とか白子ではないはずなんで、これは内臓脂肪なんじゃないか。久しぶりに脂が食えぞ。楽しみすぎる。でもうね、何か食べれると思っただけでものすごくね元気になってきた。体力はもうとっくに限界のはずなんだけど、すごいな、こんなエネルギー満ち溢れてくるんだ。石垣で何しようかな。とりあえず刺身と塩焼きでしょ。うわー、楽しみやな。見てよこれ、石垣台だいぶ立派じゃない。もうこんな感じで口の周りがね白くなってると思うんですけど、石垣台はね成長すると口の周りがね白くなって、なんて言うんだろう、まだら模様がね、これ結構まだあるんですけど、まだら模様もね消えてくるんですよね。でその白くなったやつをね口白とか言ったりします。じゃあね、まず鱗をね落としていきましょう。まあでも石垣台はね結構ね高級な値の張るお魚なんですけど、博打みたいな魚ですね。正直なんかね、うまい時はとんでもなくうまいんですけど、まずい時はねまずいんですよ。匂いがあるっていうのかな、この強靭なね顎で何でも食べるんで、食べ物によってね匂いが変わるんですよね。臭いもの食ってると臭くなる。まあただね、塩焼きとかにするともう匂いとかもね結局飛ぶんで、そんなに関係ないかなって感じ。刺身だと結構わかる。うわ、この石垣台美味しくないなみたいな。あ、高圧洗浄機が欲しい。ちなみに東京でこのサイズの石垣台買ったら4000円ぐらいするんじゃないかな。まあ漁師に入ってくる金額は全然しょぼいけどね。もうな、これ6日目にしてサバイバル生活に慣れてきたわ。もうなんか地面で寝ることもぼちぼち嫌だったけど、もう何も思わなくなった。一つお願いがあるとすれば、腰掛けが欲しい。椅子みたいなね、こうやって腰掛けるものがないし、結構重労働が多いから腰が痛いんだよね。願わくば腰掛け。まあ石垣台はね本当は熟成で伸びるタイプの魚なんで、3、4日ぐらい寝かした方が俺は好きなんですけど、寝かせらんないからね。まあしゃあないな、もったいない。唐揚げにして食いたいんだけど。でもね、塩焼きもうまそうなんだよな。塩焼き絶対うまいからね。こんなちょっと残ってんな。石垣台な、鱗が取りづらいんだよな。どうやったら簡単に取れるんだろうね。永遠の課題。それじゃあ内臓をね見てみましょう。まな板がちっちゃいぞ。あー、ダメなタイプかもな。うわ、いいタイプだ。見てください、内臓脂肪たっぷり。内臓脂肪、内臓脂肪来たぞ。うわー、これは脂質が取れるぞ。最高。やっぱ言った通り卵はちっちゃいね。卵の時期じゃないもんやっぱり。ただね、ウニ食ってるわこれ。ウニ食ってる魚は大体臭い。それではさばいていきましょう。うわー、楽しみやな。とりあえずね、頭を落として頭をね焼いていこうと思います。やば、すごいとこまで切っちゃった。勝てー。
まな板がちっちゃくてやりづらいな。じゃあ頭をね割っていきます。案外硬い。まな板が安定しないから力が入んないな。オープン。よいしょ。ちょっと内臓が残ってんな。でここに長時間かけて作った塩を練り込んでいきます。練り込んでいくっていうかかけていく。オッケー。でこれをどうしようかな。ここら辺から突っ込もうかな。こんな感じでいいんじゃないかな。これをね焼いていきます。一旦焼こう。絶対うまい。もうこのままかぶりつきたいもん。はい、こういうことなんです。うわうまそうやな。これ最高やろ。これわかるかな。新鮮すぎてまだピクピクしてるんだよね。はい、そしたらね刺身を作っていきましょう。まずお腹からこうやって切り身を入れまして、はい、それではこっからはマイクの電源が切れたのでナレーションをしていきます。もうね本当にね新鮮すぎて、ほらもうブルブルブルってなってるでしょ。うん、すごかったですね。切りづらかったです。話すことがあんまないんでもう余談なんですけども、人間って極限状態になるとまずいものでもうまく感じると思ってたんですけども、実は半分正解で半分不正解だったんですよ。別に美味しくはないかなと思ってたものはすごく美味しく感じるんですけど、例えば匂いとか苦味があるものに関しては逆に味覚が敏感になってよりまずく感じるようになったんですね。なんで清水とかバナナの皮とか極限状態で飲んだ方がきつかったんですよ。はい、それでは腹骨を落としていきます。はい、ちょっと失敗ですね。まあ腹骨も焼いて食べるんでいいでしょう。そして中骨を落としていきます。なるべく身を多く残すように切っていきます。いやにしても今見てみるとめちゃくちゃ手に力が入ってますね。そして皮を引いていきます。これは刺身用ですね。もう新鮮な魚は食感がいいんでなるべくねちっちゃく切っていきます。ちなみに料理中につまんでしまったことは言うまでもないですね。刺身のシーンマイクが取れてなかったんで後撮りになってます。さて極上の塩で刺身美味しいのかいただきます。あーうまいな。うまいけどねやっぱり磯臭さっていうのがありますね。なんか刺身はね磯臭さをねダイレクトにね生かしてしまう料理なんで、もっとなんか火を入れた料理、例えば今やってるね塩焼きとか煮付け唐揚げとかにねした方がいいですね。うわー最高の焼き色してる。絶対うまいぞ。よし、いただきます。はあ、マジか。こんなうまいか。うますぎる。うまい。まあちょっと月並みな表現になりますが、人生で食べた塩焼きの中で一番うまい。今朝だっけな、昨日だっけな、もう忘れちゃったけど、カブに塩つけてうまいとか言ってたのがバカバカしくなるレベルでうまい。やばすぎる。めちゃくちゃうまいな、これ何？アホみたいにうめえ。なんか急な食事に胃がびっくりすぎて、胃が痛くなってる。いやうまい。いやうまかった。なんか頭食べたらものすごい眠くなってきた。あとやっぱり胃が縮んでるんだろうね。そんなに食えないわ。石垣代めっちゃうまかったな。この6日間ずっと不足してた脂質が取れたんですごくありがたい。魚の脂質は EPA とか DHA とか言って不飽和脂肪酸でできててね、すごく体にいいらしい。ざっくりとした情報で申し訳ないけど、まあ一つ言えるのは DHA とか EPA で頭が良くなることは俺ないと思う。努力したやつが頭良くなるからと思うけどね俺は。はい、魚たちのねあとは下処理、腐らないようにね処理して寝ましょう。よしやるか。はい、じゃあ次はねテングハギをさばいていきます。テングハギはね鱗がないんでこうやって皮に切り込みを入れてからさばいていきます。結構ね美味しい魚なんだけど島ではなんか売れないですね。1匹10円ぐらい。これ誰も取らないですね。美味しいのになんでなんだろう。さばきやすいしって毎回思ってるわ。まあ、構造はね、カワハギみたいなもんよ、多分。
あ、剥げねえわ。剥げないなんてことある？うわー、息が良すぎて剥げないな。ダメだ、頭を落としましょう。すごい内臓だな。海藻とか食ってんだろうな。結構ね、皮が硬いんですよね。サメ肌みたいな感じ。すっごいザラザラしてて、表からはね、包丁が通りづらいんですよ。まあ、ここまで来ればあとは簡単ですね。すっごいビクビクするな。多分もうこのままいける気がする。結構簡単そうな魚。はい、綺麗に下ろせました。で、反対側も同様ですね。すっごいビクビクしてるんだよね。あ、下手くそだ。まあいいでしょう。はい、それではですね、一夜干しを作っていきます。まあ本来は濃い塩水にね、つけてそこから干していくんですけど、もう塩がね、そんなにないんで、海水にしばらくつけてそこから干していこうかなと思います。まあつけないよりはマシでしょう。こんな感じで15分ぐらいつけていきますかね。でちょっとね、塩焼きがうますぎたんで、この身も塩焼きにしていきます。今日はこの塩焼きを食って寝ましょう。いやー、おかわりができるっていうね、これの最高だよ。まあ干すって言ってもね、別に大した干すものはないんで、紐でくくっていきます。ハエがたくさん集まりそうだな。お、いい感じでしょう。はい、できました。なかなか活かしてるでしょう。楽しみだね。マース煮と普通に一夜干しを焼いたものをね、作ろうかなと思ってるんですけど、多分マース煮にするにしても明日まで腐ってしまう可能性があるんでね、こういう感じにしてます。ということで、石垣鯛を食べて寝ますか。はい、それではいただきます。うん、うまっ。いやでも魚ってすげえな。食うだけでこんなに元気出るんだもん。ね、なんか燻製みたいになってる。うまいわ。やっぱ背中なんでそんなに脂乗ってないんだけど、こっちはこっちでさっぱりしててうめえ。背もたれが欲しいな、マジで。腰が痛え。はい、ということで6日目終了になります。今日はね、初めてちょっと満足のいく生活ができたかなと思います。なんか余裕があるっていうかね。この角度めちゃくちゃ撮りづらいな。カメラと照明を持って、屋根も少しできたし、魚も確保できたし、いやー、いい一日でした。初めて満腹の状態で寝られます。嬉しいな。ということで6日目終了です。